共和人民党、共和人民党、共和人民党、トルコ語、英語は、トルコの政党。略称は、CHP、党首は2010年に就任した。1923年9月9日に、ムスタファケマル、後のトルコ共和国初代大統領ムスタファケマルアタチュールクにより、人民党やドイツ社会民主党、社会党などと並んで社会主義インターナショナルに、 加盟している。共和人民党の綱領は、アタチュルク党首時代の1927年の党大会において、六本の矢と呼ばれる六大原則として採択された。この六原則は1937年には憲法にも加えられ、1940年代まで続く共和人民党一党独裁期の政権と政策を支える基本原理となった。自らを アタチュルクの党であると規定する現在の共和人民党も六大原則をケマリズム、アタチュルク主義の原則として尊重し、党の考慮に掲げている。現在では価値を失いつつある国家資本主義、革命主義を除いた共和主義、国民主義、人民主義、世俗主義の四原則が特に重視されており、2002年以降の議会においてはイスラム主義政党の系譜を引く。 保守系政党の与党構成発展党とは、特に世俗主義に関わる分野で対立関係にある。党規及び、当初は、六本の矢に基づいて制定されたもので、赤字に六本の白い矢印が向かって左下から伸びる絵柄をあしらう。それぞれの矢は、六本の矢の各原則を表している。共和人民党は、トルコ革命において、 ケマルが主導して1919 19年に全国組織化し、祖国解放戦争における抵抗運動の基盤組織となったアナドリアルメリア権利擁護委員会の後継組織として地を位置づけている。しかし、実際には、の残党と権利擁護委員会が合流して生まれた大国民議会において、1921年に大国民議会議長にして、 アンカラ政府主犯のケマルの与党として作られた県用語グループを直接的な起源とする。この時点で議会内にかなり存在していた反ンケマル派は第二グループと呼ばれる野党を結成して対抗していたが、旧国の英雄としての名声を背景に独裁指導力を握りつつあったケマルによって1923年初下に行われた選挙から排除されていた。人民党は この選挙で勝利した権利擁護グループが8月に行われた会の招集を前に政党を結成したものである。その後、共和制の施行、仮フ制の廃止を経て、1924年には共和制を政党名に関し、共和人民党に解消し、1935年に言語改革に合わせて政党を意味する部分の合、 アラビア語起源のかフランス語起源のに改めて現在の透明となる。共和人民党に解消した直後には、直前に人民党を離党した反主流派グループが、進歩主義者共和党を結成したが、翌1925年に閉鎖に追い込まれ、共和人民党が議会における一党支配を確立した。ケマル自身は反対派を排除しつつも、 一党独裁体制の弊害を理解していたため、1930年には、体制内野党としての創立が試みられるが、野党が一党支配への不満の受け皿となって、共和人民党を強化恐れが出たため年内に、回答させられている。1938年に、ムスタファケマルアタチュルクが死去した後も、 第二大大統領となったイスメトイノニを終身党首に選出し一党支配体制を続けたが、第二次世界大戦の準戦時体制で蓄積した不満の裁け口が必要となり、1945年に多党制の導入が決定された。同年には、アドナン・メンデレス、フワト・キョプリルラ党執行部に批判的な議員が和人民党を除名され、彼らに同調して議員を辞職。 共和人民党を離党したゼラル・バヤル元首相を党首として1946年1月7日に民主党が決闘された。民主党は7月に実施された総選挙で450議席中62議席を獲得、一国一党体制は終焉を迎える。さらに民主党の人気の上昇に伴って共和人民党の人気は下落し、1950年の総選挙で大敗。 野党に転落し、共和人民党の井野に党首に代わって、民主党のバヤル党首が大統領に選出された。一党支配に有利に構築された1924年憲法の体制は政権党となった民主党の優位に働き、1954年の総選挙で共和人民党はわずか31議席しか獲得できない惨敗を喫した。一方の民主党は、 メンデレス首相が次第に独裁的な傾向を見せる一方、経済政策を誤って党内外から批判を受けるようになり、ついに1960年にクーデターが起こって民主党は解散させられた。1961年、政党活動解禁から間もなくに民政移管のために行われた総選挙では、組織力に勝る共和人民党の有利で進んだが、 第一党にはなったものの450議席中173議席しか獲得できなかった。このため、第一党の党首として首相に就任したイスメとイノには三次にわたって組閣した連立政権において苦しい政権運営を迫られた。この間、第二党で民主党系の右派政党後政党が勢力を伸ばしたため、1965年に共和人民党は、 社会保障の実現を当選言に掲げ、中道サハロ戦への転身を宣言して、巻き返しを図ったが、同年の総選挙で高政党に敗れて、第二党に転落、再び野党となった。この敗北にもかかわらず、共和人民党では1966年には、中道サハロ戦の提唱者であるビュレントエジェビトが、初期長に就任し、左旋回の方針を継続した。 しかしその結果、左旋回を社会主義への接近とみなして、警戒する派と党執行部の間で、路線対立が深まることになり、1967年には、新大党が分裂した。さらに1971年に公正党の、スユレーマンデミレル内閣に大使軍部が圧力をかけて、総辞職に追い込む、所管によるクーデター事件が起こると、 アタッチルク以来の軍部との信頼関係を重視して、軍の政治介入を容認した党首イノニュと、軍部に批判的な初期長エジェビトが対立し、路線をめぐる、党内混乱が激化した。結局、党内左派の支持を受けるエジェビトが、指導力を確立し、1972年の初期長選挙で、イノニュの推薦した候補に、エジェビト自身が勝利したことをきっかけに、 終身党首を辞職したイノニュに借り、第三大党首に就任した。こうして、中道左派路線が勝利を収め、反エジェビト派は離党して、共和党を結成する。翌1973年の総選挙ではエジェビト、率いる共和人民党が第一党の座を八年ぶりに奪還し、1970年代を通じて三度のエジェビト連立政権を組閣した。 1974年の第一次政権時に、キプロスのクーデターに介入して、大きな成果を上げたい J ビトには、大衆的な人気が集まり、共和人民党は1977年の総選挙でも、議席を伸ばした。しかし、いずれも過半数には及ばず、政権運営は、困難を極めた。しかも70年代後半には、経済危機と左右対立から社会と政治の情勢が、 混沌とし、ついに1980年9月12日に二度目となる軍部によるクーデターが観行。全政党が活動を停止され、党首は逮捕されて10年間の政治活動を禁止された。こうして、アタチュルク以来50年以上にわたって、トルコの政治を主導してきた、共和人民党は回答に追い込まれた。1983年、軍政政権によって、 政党活動が解禁されると、共和人民党の伝統的ケマリズム路線の系統に近いグループにより、人民主義党が決闘され、同年の民政移管のための総選挙で、旧公正党系の祖国党に次ぐ第二党となった。さらに、翌1984年には解禁の幅が広げられ、中道左派路線の系統のグループからイソメトイノニュの息子、エルザルイノニュを党首とする。 社会民主が結成された。1985年には、エルダルイノニュによって両党が合同し、社会民主人民党を結成。共和人民党は、改党以来5年で、実質上再建された。しかし、政治活動禁止中の共和人民党加党主エジェビトは、社会民主人民党を批判し、自身の夫人を党首とする民主差派党を作らせたので、 社会民主人民党からエジェビト派が分離した。1992年には、共和人民党の復活が認められ、社会民主人民党を離党したデニズ・バイカルを、党首として活動を再開した。翌1993年には、共和人民党と社会民主人民党が合併し、党名と党制をほぼ完全に回復した。社会民主人民党は1991年以来、 政同党と連立政権を組んでおり、合併後も政党党のタンスチルレル政権の元共和人民党が連立を継続した。しかし、1995年の総選挙では、イスラム系政党福祉党など保守派政党の躍進により、49議席特選を強いられ下ヤ。1999年の総選挙ではクルド独立、運動過激派クルド労働者党の指導者、アブドゥ、 おジャランの逮捕で爆発的な人気を集めたエジェビト首相の民主左派党に得票のほとんどを奪われる結果となり憲法の定める議席獲得要件の得票10%に満たなかったため大国民議会による全議席を失ったしかしその後のエジェビト内閣が経済政策に失敗したことが明らかになって長期政権が停滞に向かうと 中道左派票の受け皿として存在感を強めた。その結果、19.39%の票を得た2002年の総選挙では、主要政党がのきなみ10%に満たなかったため、地滑り的な大躍進となり、178議席を獲得して議会第二党となった。2007年にはイスラーム系政党の系譜を引く。 与党構成発展党が自党から大統領を出そうとしたことに猛反発、国勢である世俗主義原則を擁護するキャンペーンを展開した。大統領選出をめぐる混乱から前倒しで実施された同年の総選挙で共和人民党は民主左派党と選挙協力を行って中道左派路線支持者病の結集を図り、世俗主義の擁護を訴えたが、経済発展の継続を訴えた。 公正発展党との間で争点を失って、得票を伸ばすことができず、議会第2党に止まった。2010年、バイカル党首が、共和人民党の女性議員との不適切な関係を、映したビデオテープが、第33回通常総会直前に公開された。バイカル自身はこのテープは、現公正発展党政権によって作られた、映像をあるとし、 女性議員との不倫関係を否定したが、騒動の責任を取って、党首の職を辞した。その後、5月22日に行われた通常総会で、ムスタファケマル・クルチュダロールが党首に就任した。2011年6月に行われた、総選挙では32議席増の135議席、得票25.9%を獲得した。共和人民党が参加した。 総選挙での得票率獲得議席数は以下の通り。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。